久めた古墳群は大阪府岸和田市にある古墳群である春木川う岸の久めた山丘陵上に立地している丘陵上の8基の古墳から構成されているがすでに消滅した塚城地形の記録が複数残ることから本来はもう数期の古墳が存在したと考えられている古墳群は丘陵上の浅い谷を境に南北に大別され 九陵北園の海吹山古墳を中心とする北側のグループと、吹武山古墳を中心とする南側のグループに分けられる。海吹山古墳は、泉中部地域の市長母としては、最も古く、4世紀後半、古墳時代前期紅葉一期末から二期初頭に築造された前方公園墳である。海吹山古墳を端緒として、古墳時代前期に、 北側グループが形成され、南側グループは5世紀初頭、古墳時代中期初頭。3期古僧の吹雪き山古墳から5世紀半ばまで古墳の築造が継続された。かつては岸和田市眉町に所在する眉山古墳が最も古いと考えられてきたが、近年の調査で海吹山古墳がより古いことが判明した。眉山古墳周辺でも、 古墳の築造が継続されることから、眉山古墳の被葬者と、久米田古墳群の被葬者は、異なる主張系列であったと考えられる。久米田古墳群の造母母体となった勢力の集落域は判明していない。久米田地の築造に伴い遺跡が水没したという可能性と、丘陵北川の大町遺跡などの集落群の可能性が提示されるにとどまっている。久米田古墳群の古墳地図。 久米田古墳群の古墳地図、ありがとうございます。